はい、おはようございます。今日は、2月の23日昨日は日本海でサーフィンしてきて連日なんですけど、伊良湖に来たんですけど、波がですね思ったよりちっちゃくて潮も多くて、今天気も意外に曇ってるので寒くてどうしようかななんて考えてのんびりやってます。困ったな。みんなやりますか？やる？やります。すごいな。はい、ということでちょっと今から着替えます。はい、今海から上がってきたんですけれど、やはり、波がちょっとちっちゃくてですね、潮も多くてちょっと厚い波でしたね。なので潮が引いてからお昼に向けて少し波が良くなったような気がします。はい、まあ、でも時間がないので今日はもう終了にしたいなと思います。で、2日間ですね、まあ、日本海と伊良湖の方をサーフィンしましたけれど、やはりですね、日本海の方が、水がですね、少し冷たい感じがします。で、伊良湖の方がね、まあ、今日はちょっと天気が曇ってたんですけど、言ってもやはりそこまで、水は冷たくないなっていう感じがしました。はい、参考にしてみてください。ではですね、日本縦断のサーフトリップの旅、これで終了にしたいと思います。ではまた次回。